皆さんこんにちは。本日も見える旅チャンネルへようこそ。橿原神宮前駅に来ております。南大阪線系統、桜シーズンになると臨時の快速急行が運転されますが、今現在秋なんですが、この秋にも快速急行が運転されるということでやってまいりたいと思います。それではホームに移動いたしまして、こちら春以外ではねなかなか見ることのできない右側、吉野行きの快速急行、こちらに乗車していきます。特急列車が先に発車しますが、停車駅はご覧のように全く一緒ですが、先に入線してくるのはこの快速急行。この列車、この駅で約10分ほど停車します。A rapid express bound for Yoshino is arriving at platform.後ろ側に連結されているのは栄光新を受けた6400系です。この駅で吉野駅の特急の待ち合わせを行います。ちゃんと幕も用意されているのがこの快速急行の吉野行き。春の桜シーズンになるとよくね見られる行き先なんですが、秋にこれが見られるのはなかなかレアでございます。こちらは栄光新を受けた電光掲示板タイプの快速急行吉野の表示。やってまいりましたのは、先に発車いたします吉野駅の特急桜ライナーです。まあ、それではそろそろこの快速急行に乗車しましょう。こちらの6400系は栄光新を受けているため、ご覧のように LCD 大きなモニターがあります。快速急行吉野行き橿原神宮前とねかなり大きく表示されて見やすいのが特徴。このね一番後ろの車両に乗って吉野まで向かいたいと思います。左側には八重系の紹介が流れております。快速急行の吉野線の停車駅は特急と全く同じです。
列車は飛鳥に停車中です。この駅で対向の列車と行き違います。このようにですね、快速急行、特急列車と停車駅は同じなんですが、こうやって止まる駅のたんびに行き違いが発生してしまうため、所要時間は非常に長いです。この列車自体が非常にレアなので、やはりね、沿線では撮影されている方もちらほらいらっしゃいます。列車は坪坂山駅に到着です。この辺りは吉野線内でも比較的速度を出せる区間です。停車駅ではありませんが、快速急行は一応駅に運転停車です。この駅で対向の特急列車と行き違いを行います。なのでこうやってね、運転停車も発生してしまいますので、所要時間はね、急行よりも長くなってしまうということもあります。これが単線ゆえ吉野線の宿命でしょうか。この辺りが吉野線内では一番スピードが出せる区間です。列車は現在久津駅を通過しています。右側にホームがあります。前方から合流してきました線路は JR 和歌山線です。まもなく吉野口駅に到着。この駅は JR 西日本との共同使用駅となっておりまして、管理は JR 西日本が行っております。そしてまたここで列車行き違い待ちを行います。停車時間も少しあるので、ちょっと車内から外に出てみました。こちら吉野口駅なんですが、駅名看板も完全に JR 仕様のものとなっております。この青いライナーがなおさら西日本カラーです。列車は吉野口駅を発車いたしまして、しばらくはのどかな田園地帯を走行していきます。速度もゆっくりですので、車窓を眺めるには本当に完璧です。まもなく列車は福上駅に到着です。
まだ列車の停車駅ではありませんが、おっと止まってしまうようです。次の停車駅は下市口駅ですが、列車は大和田駅で、こちらも行き違い待ちを行います。大和田駅を出てしばらく走りますと吉野川と合流いたします。この先大和上市駅まではこの川に沿って走行していきます。ご覧のように吉野線、本当にバリエーション豊富な景色が楽しめます。続きまして列車は下市口駅に到着です。黒滝村、天川村へのアクセス駅となっておるのがこの駅です。通過します駅は越部駅、この駅が最後の通過駅です。続きまして止まる駅は無駄駅です。これより終点の吉野まで各駅に止まります。対向の列車はこの列車と同様に臨時の快速急行で、吉野から回送でこの無駄まで戻ってきた車両です。列車は大和上市駅に到着です。上市駅を発車しますと線路は大きく曲がり、吉野川橋梁に差し掛かります。ここは吉野線でも一番のスポットと言ってもいいでしょう。吉野川橋梁から眺める吉野川、もうね、絶景でございます。吉野神宮に到着です。次は終点の吉野です。そしてこの駅でも最後の行き違い、阿部戸橋行き特急と、列車交換を行いまして列車出発です。
橿原神宮前を出て約1時間終点の吉野に到着しました。乗ってきた列車は回送列車となっております。おそらく無駄車庫に入庫されるでしょう。そして快速急行だったんですが、行き違いが非常に多かったため所要時間は、正確な数値ですと55分、急行の平均時間よりも遅い結果となりました。やはりね、通過駅はあるんですが、止まっている時間、駅にね待っている時間が非常に長かったので、体感的にもね非常に遅く感じたのがこの列車でした。本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。桜シーズン以外で運転される吉野線系統の快速急行の乗車動画はいかがだったでしょうか。単線で行き違い待ち発生のため所要時間はかなりかかりましたが、秋に快速急行に乗車できるという貴重な体験ができました。引き続き近鉄の魅力をお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。